フラワー占いチャンネルです。今日は幸せになる結婚相手の選び方3選ですね、やっていきたいと思います。お二人がね、笑顔なでずっといられればいいんですけれども、結婚生活というのはいろいろいいこともあり悪いこともありいろいろですね。はい、ではまず入り口段階から。相手の匂いが好き、1番ですね。相手の匂いが好き、過去我慢できる。相手の匂いが好きじゃないと、もう、まあ、長続きどころか付き合うことも多分厳しいと思います。はい、そして2番ですね。笑いのツボが同じ、過去好きな芸人さんが一緒だったりとか、ですね、好きな笑い芸人さんの系統ですね、なんか新喜劇系が好きだとか、そのバカ笑い系が好きとか、こうクール系が好きとか、いろいろあると思うんですけども、あとコント系が好きとかね、いろいろあると思うんですけれども、そういう、まあ、笑いのツボが一緒っていうこと。そして3つ目、ファッションの系統が同じということです。ギャル系の方はギャル系、地味系は地味系、セレブ系はセレブ系、森系は森系、シンプル系はシンプル系なので、その、まあ、ギャル系の人がシンプル系と付き合ってるとかね、地味系でそのセレブ系、まあ、この辺はあると思うんですけど、あんまりいないですよ。森系がセレブ系と付き合ってるとかね、あんまり見たことないですよね。ここって結構すごい重要で、まあ、付き合う時の一番最初も見た時に、自分と系統が一緒だっていうことでなんか仲良くなるみたいなところからあると思います。はい、で、まあ、この3つがね、揃ってると割と長続きする、そういう条件になります。そしてですね、2番目、人間性なんですけど、1番親を肯定している、親のことが好きかどうか、すごいな、親ってすごいんだよって思ってる人がいいです。で、特にその同性の親のことを褒める人の方がいいです。男の人がお母さんを好きっていうのはもうほとんどの人がマザコンなので、まあ、同じことなんですけれども、同性の親を褒めるってことは本当によっぽど子供の頃に可愛がられたとか、本当にうまく自分の行きたい風にこう行かせてくれた親だっていうことで、まあ、本当にこう好感を持ってるっていうことなんですね。で、2番目、親を否定はしてるんですけど面倒は見ている、または交流があるっていうことなんですけれども、まあ、親のことはもう嫌いとかね、悪口言ったりとかってするのは人間なので嫌なところもあるし、本当にこう思いもよらないようなことがあって、まあ、すごく嫌だなと思うことあると思うんですけれども、なんだかんだ言いつつ面倒見てるっていう人はまだ大丈夫です。そして、3つ目なんですけど、親を否定していて絶縁状態っていう関係がある。これに3つ目の×って書いてある、これ絶対ダメです。この3番目はもう本当にこういう人って今たまにいますよね。親をして、もう本当に親のことを否定していて、もう絶縁したんだみたいな人っていうのは、ここはもう本当にこう最初は付き合った時は雰囲気良くて、で結婚したとしたての時は良かったかもしれないんですけど、何か問題が起こった時にもうこれと同じようなことを配偶者にしてきます。はい、突然してきます。なの でこれなんでかっていうと、そのお腹の中に常にマグマを抱えているような状態の人なんですね、これを持ってる人っていうのは。なので本当にこういう人とは結婚はやめた方がいい。そして結婚すると不幸になる人の特徴、プライベートで黒い服ばかり着てる人はダメです。はい、これはね、不幸を呼びます。なんでかわかんないんですけど、不幸を呼んでしまいます、こういう人は。そして
同じような感じで黒い車が好きだったりとか、まあ、黒い車を選びがち、一番最初に目が行くみたいな人もダメです。そして黒いインテリアに囲まれてる人もダメになります。そしてあとはですね、この、まあ、結婚した後なんですけれども、結婚式の時に目が笑ってない人っているんですよね。それ男女ともどちらとも言わないんですけれども、そういう人は高確率で離婚します。はい、もう全然ダメですね。もうなんかこう最初からなんかやましいことがあるのか、もう本当になんか、あ、もうどうしようみたいな、この人と結婚しちゃったけどもうマリッジブルーがもうひどすぎる、なんかもう本当にね分かるんですよ、写真を見たりこう動画を見たりすると、はい、そういう人はダメです。そして相性ですね。相性、これ3番目、季節の相性っていうのがあります。これはね、生まれ月5月の終わりから6、7、8の初めは夏月生まれとなります。夏月生まれの人というのは名式、四柱推命でいう名式がものすごく乾いていて、もう水気がとにかく欲しいんです。そうすると同じ乾いた人だと結構もうなんていうか、もうカラッカラな、結婚生活というかですね、もうなんかこう割と怒りっぽい人が多かったりするんで、夏生まれの人ってもうなんか喧嘩が絶えないとかですね、そういう関係になってしまいます。そして冬生まれの人、11月、12月、1月生まれの人は同じ冬生まれの人と結婚するともう暗いです。もう暗い、じっとりとね、もう ネクラっていうのはちょっとあれで言い過ぎですけれども、もう陰湿な感じ、もういつまでも相手のことを根に持ってるみたいな人なので、こういう人がこの夏生まれの人と一緒になるともうすぐ忘れますから、夏生まれの人でカラッと怒っても瞬間違和感式みたいな感じなんで、この冬生まれの水気も蒸発させてくれます。そして夏生まれの怒りもこの冬生まれがもう水でバッと一瞬で消してくれます。なのでこのね、夏生まれの人は冬生まれの人と一緒になるととても長続きというか心地いい生活が送れるかなと思います。今日はそんな感じでやってみましたけれども、幸せになる結婚相手の選び方でした。フラワー占いチャンネルでした。